久保さん以前ですねテレビ番組で宝くじを当てる何回も連続で当てる人総額7.5億円くらい当てた人があテレビに出ててそれが切り抜かれて、まあ、YouTube にアップされてるんですけど、まあ、この人の話聞いてね僕はねあのすごいなと思いましたね要はいろいろ研究どうすれば当たるのかっていうどこで買うと当たるのかっていうのをめちゃめちゃ研究してでもちろん失敗もあるんだけどその中で研究した結果 ああ当たる場所だったりとか当たる日だったりとかいろいろな少数の運ですよね少数の運をかき集めて大きい運に変えていくみたいな <laughs> なんかそれでもう当て,てまくってるんですよねでも多くの人は、まあ、思考停止しますから、まあ、まあ当たるわけないと、うん、でも当ててる人は世の中にいて当ててる人はどういう考え方でどういうふうに買い方してどういうふうに研究してるのかそこまでは考察しないですよねうんまあこれはね非常に面白い データだなと思いますね、うん、だからその小さい運を拾うみたいな <laughs> 小さい種をね巻き続けるとなんか一個大きい花になるとかねそうまあ僕もそうですね久保さんもそうですけどもまあ量をこうね動画とか量をこうやってね小さい運を巻くんですよそう、まあ、小さい種ですねでそっからその小さい種と種がねなんかあの 化学変動を奢ってね大きい種になるみたいなね <laughs> まあ小さい種と小さい種がつながってウイスパンでも売れるみたいな話ですねいってらっしゃい